さあ次は逗子小学校の3年生の皆さんによるイエーイすごいよおめでとうございます。光の落書きショー、はい、あいこちゃんはい、これはですね逗子小学校の3年生のみんなに書いてもらった落書き、つまりお絵描きをですね、この逗子、普段勉強している逗子小学校の校舎に投影して自分たちの学校を素敵に改造しちゃおうという考えです。普段ね、校舎に落書きするなんて言ったら怒られちゃいます。でも、光の落書きなら怒られません。はい、自由に書いていただいた光の落書き、お楽しみいただきたいと思います。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、シャッターチャンス逃さない。